どうも、レゴラジです。今回はですね、ブックオフでまた見つけてきた、ジャンクレゴかなぁ。1550円で、こんな感じ。うーん、800g ぐらいかな測ってねいけど。<laughs> えー、で、うんとね、忍者ゴーだよね、これね。もうこの剣とかね。で、ミニフィグがね、なんかね、入ってるんだよ。まあこんな感じでさ、いっぱいさ、 だからー、1550円だけど買っちゃった。<laughs> まあね。まあね。こういうのは開けてみないとわかんないよね。得したのか損したのか。ここにほらゲームのコントローラーみたいなね、ついてるしね。まあ、忍者ゴーだよね。早速、開けちゃおう。じゃあ、こう広げちゃうと後で大変だから、この、 袋の上で広げようかな。いやー。最近全然ね、中古レゴ買いに行けてないんだけどさこれなんだこれこれドラゴンの足だね、きっとね。忍者号系のね。お、ブロック外し。あー。もうこれミニフィグパートだよね。あ、これ、なんだこれ。かっ、あ、これ超緩い。 超ゆるゆる。まあ、あ組み合わせは後で何とでもなるからね。とりあえずミニフィグの原型を保っているものは。あ、これもう組み合わせがむっちゃくちゃだね。いいねいいね。ジャンクレゴっぽくていいよね。こういうのね。<laughs> いや、こんなん入ってるよ。こんなんいや、いいねいいね。足だ。足。で、このシューターは昔の古いシューターだよね。今ちょっと違うよね。でこんな感じでね、 いや、はい。これって合ってんのこれ。<laughs> これって頭にこれついてるもんなの面白いよね本当に。こういうの。うこれこのまましとこうか。いやー。えー。普通にノーマルの真っ白のを撮るそう。珍しい。最近あんま見てないな。いや、これ絶対適当に組まれてるなでもいいね <laughs> 面白い。あ、こういうの、忍者ウォーってかっこいいよね、この。このコントローラーの剣。コントローラーを絵にしてるやつね。<laughs> あ、これってやっぱりこれ帽子なの違うよね、これね。<laughs> いっぱい入ってんな、ミニフィグ。すごくないこれあ。手がないけど。<laughs> すごいな、すごいな、すごいな。お、これ当たりだぞ。剣もちゃんと入ってる。こんなのも入ってる。 ええー。大当たりじゃん。ああ、なんこれね。ミニフィグ系のパーツが、なんか手がなかったりさ、全然違うパーツについちゃったりしてるけどさ、これはー、わかんない。関係ない。あ。いや、いいね、いいね。 いっぱい入ってる。いっぱい入ってる。ああ、これは、これはいいぞ。<laughs> これは当たりだぞ。当たりジャンクだぞ。ほら。ちょっと、あんま、忍者ジゴー最近全然買ってないからさ。全然何のやつかわかんないけど。でも、<laughs> なんでこう。結構、これ、結構な、 遊び方してるね。あ、でも、入ってそうだな。こんな感じでさ、腕とかちゃんと入ってんだよ。これは入ってるぞ。で、武器がさ、なんつったら、なんつったらいいの武器がいっぱい入ってるんだよね。わ、うん、あ,あ、まだまだ、まだまだ出てくるよ。すごいじゃん、これ。いや、1550円でこれは、 悪くないぞ。ただ、このミニフィグをね、正しい形にするのは結構大変だし。ああ、レアミニフィグ発見した。<laughs> <laughs> これもジャンクレゴのいいとこだ。そうね。ヘルメットがいっぱい入ってるな。これも誰かの頭のパーツだったりもするし。 飾りだったりもするしね。わかんないねー。いやー、これは一個一個調べてやるのは結構大変だぞ。まあ、とりあえずこんなもんかあと腕の、腕が取れちゃってるけど、腕のパーツもちゃんと探せば入ってそうだけどね。さ、あまだいた。<laughs> よーし、こんな感じかなー。 つうことで、ミニフィグはね、いっぱい <laughs>、いっぱい入ってんだけど、ま、よくわかんない。なんだこれ合ってんのちょっととりあえず、あ、もうこれ入らないんだ。頭とか。背中に背負ってると、髪の毛パーツじゃないと使う。このさ、ヘルメットさ、あのー、なんか、ちゃんと全部揃ってそうな気がしない 緑は全もう忘れちゃった。もう一回ゲームやり直そうかな。<laughs> こんな感じでさ、揃って、これは修復不可能だよね。もうバラして、バラすしかないよねな。こういうのもなんかさ、ベイダーみたいなのも入ってんだよ。なかなかかっこいいね。これ修復無理だよね。バラしてパーツ取りだね。やっぱね。 ちゃんと揃ってるものもあるのかもしんないけど、これはね、調べながらやるのはちょっと難しいなぁ。最近の忍者号ってさ、難しくない <laughs> 最近のでもないけどさ、これ。なんか簡単に修復できないよね。あ、これはこのパーツで、これは、これはこれの頭だとかが分かりにくいんだよな。合ってないっていうのもあるけどね。 ということで、今回のジャンクレゴはこんな感じでした。パーツの方もね、結構いいのあったけどね。まあ、その辺は <laughs>、俺はいいかな <laughs>。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。おつらじ。